石畳、学名モノドンタコンフューサは、古服側面に子宮塚に分類される巻貝の一種。北海道から沖縄、香港、シンガポールまでの長官隊に比較的普通に見られる。和名末尾に貝をつけ、石畳貝とも呼ばれる。俗名は、一個の葉、種商名は、混乱、混同などの胃。その死商名の通り、 西太平洋熱帯海域に広く分布する沖縄石畳モノドンタラビオと混同されていたが、1874年にイタリアの海類学者タッパロネ・ケインフライが別種として記載した。しかし、その後も石畳は沖縄石畳の亜種や編種、あるいは型、さらには同種として扱われるなど混乱があった。2005年に、 分子系統解析の結果から、両者はそれぞれ独立した別種とみなされるとする、論文発表され、それ以降は、独立種として扱われることが多く、本校もそれに従っている。コンクリート護岸にも住みつき、干潮時には、物陰で乾燥をしのぐ。中央やや左に、赤紫色の色彩変異個体が見える生害は、体か、角形とも 25mm ほどで、 低い円錐型をしている。貝殻は厚く頑丈で、薪の角層はよく膨らむ。殻の表面は、多数の溝が縦横に走り、丸みを帯びた四角形の彫刻が並ぶ。和名はこの模様返し畳に似ることに由来する。殻の色は、新緑黒褐色だが、表面の彫刻に緑、黄、赤などが、モザイク状に散りばめられる。中には、全体が、 赤紫色を帯びた色彩変異個体も見られる。角口内縁は白く、内、唇下部に歯のような突起が一つあり、外心内側には水平の内ばらが多数ある。内縁より奥には真珠光沢がある。蓋はキチン室の半透明気褐色で、薄く、ほぼ円形の多線型。軟体部はほぼ国力色で、腹側は高褐色をしている。 また触覚は他の副足類と同様に2本しかないが、副足の両側には触覚に似た細長い上足突起がスーツに並ぶため、活発に活動している時は体の周囲から何本もの触覚が出ているようにも見える。分類上の関係が混乱していた沖縄石畳は一般に石畳よりも大型になりが安定な感じがすること。 螺棟が高いこと、石畳彫刻の一つ一つが強い母状に盛り上がること、貴重色が暗緑色ではなく、高褐色で、そこに黒褐色斑や紅褐子色斑、時に白色斑や黒色斑が混じった色彩となることなどで、区別できる。ただし、本州南岸以南では、石畳と、ほぼ同所的に見られることがあり、一部は、石畳と交雑している。 可能性も推定されている。本州九州にかけての岩礁海岸では、菅井や玉木美などと並んで、最も一般的な海の一つであり、岩石室の海岸ならば、外洋、内湾、気水域を問わず生息する。砂浜や干潟の砂泥上には生息しないが、そこに岩石や柿殻などがあるとそれに付着した個体を見ることができるが、石畳はあまり柿を好まないようだ。 天然の海岸のみならず、人間の手によって改変されたコンクリート護岸にも多く住み着く。長官体から長官体にかけて見られ、岩石などに付着する。巻貝としては、動きが素早い方で、天石をひっくり返すと石の裏側へ張って逃げることがある。その一方、満潮線付近にいるものは、潮が引いている間に、じっと乾燥に耐えている様子も見られる。 岩石表面の微小藻類やデトリタスを死絶で削り取って食べる。私有遺体、交尾器官を持たず、生殖は、法制法乱による。混同されたことがある、沖縄石畳モノドンタラビオクサイロ石畳モノドンタ SP からの入り口の該当膜の内側に、変形動物のカイアドリヒラムシが住んでいることがよく、ある。以前には規制であるとされたが、実際には、 貝の排出物などを餌としており、貝には害がない。そのため、語り強制であるとされることがある。人や地域によっては、スガイ、バッテーラ、コシダカガンガラなどと一緒に漁獲し、塩茹でなどで食用にすることがある。ただ資本種は、多種より一回り小さいこともあり、食用にするのは、一般的ではない。ありがとうございます。